我が名は聖帝サウザー、ナント政権最強の男。はい、なにわのヘミロックです。いつもありがとうございます。本日も最後までよろしくお願いします。新型コロナウイルス緊急事態宣言がついに延長とほぼなる見通しということですから、自分的には実践動画を5月の6日以降に早速上げていこうと思ってたんですが、まあ、それもちょっと難しい状況になるようですので、旧メインチャンネルでバンされた動画、これらを再編集してアップしていくシリーズ、名付けてバンされた動画シリーズということで、過去の動画を再編集してアップしていきたいと思います。まあ、そもそも自分は旧メインチャンネルで動画を上げて100本ちょっとぐらい上がったんですよね。で、まあチャンネル登録者が8000人ぐらいおかげさまでなったんですが、ある日突然既製品の販売をしているという意味のわからない警告が来て、今回この新チャンネルを作ったっていう流れなので、昔から見てくださってる方にも改めて楽しめるように編集をしました。ところどころ音声を入れたりして居酒屋コントを交えたりしてますので、初めての方も楽しめる内容に一応仕上げたつもりですので、ぜひとも最後までご覧ください。というわけでバンされた動画シリーズ第1弾、今回はハーデスまんまい編ということでお楽しみください。それでは最後までどうぞ。すごいねこの角度。いきます。はい、というわけでこの日は激アツイベントで、特にゴッド系が強かったんですよ。で、朝一抽選良かったんで、大好きなハーデスに着席したら、ここの通り速攻でヘルゾーン、速攻で当たると、投資は100枚というわけでした。
途中で止めてレバーオンのタイミング変えるみたいなね。まあまあ変わんないですけどね。
ちょっと調子悪かったですね。まあまあ気取り直して何いきます？え？ズリで！わざわざ魔界からお越しいただいてありがとう。次何行きましょう？え？ひねで！社長再来店ありがとう。頑張ってくださいね。リリール7、もう激アツ、まさに激アツ。ここで決めなきゃクズ確定。さあどうだ、いらっしゃいませ。ありがとう。
部長、ご無沙汰してます。ここで爆のせお願いします。勘弁してくださいよ。え、この前取引先の事務員の女の子のお尻え、ボンジリレ勝負どころでございます。ここでゴッドを引けるか否かで万枚を達成するかしないかに直結する、まさに勝負どころ。さあここで当てなきゃクズゴミ、しかも左7激アツ、いらっしゃいませ社長、いつも強くあの社長
600枚足らずで万枚達成という状況ですけれども、まあやっぱり予想通りワンチャン50ということで、ちょっと不安な気持ちもありますが、その GG 中なんとヘルゾーンの背景赤ということで、これ激アツ、一度でも当たれば万枚確定、イエーイ、ありがとうございます。万枚突入強すぎー、いきます。皆さん、いやいや、社長のおかげです。今日何行きましょう。釣りです。でかくなったな、構造。はい、というわけで今回はですね、ハーネス万枚編ということでお届けさせていただきました。いかがだったでしょうか。この日は特定日でゴッド系に設定が入るお店に行ったので、抽選も良かったってことで朝一座りまして、投資が100枚でまさかのハーデスステージからのスタートということで、このお店のハーデスで特定日ってことで、この時点でまあ早計ですけどね、かなり早計ですけども積もったなっていうところから、まあ、レバーオンのタイミングが良かって、もろもろの引きも良くて、なんとか万枚を達成したという一日でした。実践時間は約8時間ぐらいです。なんともハッピーな一日でした。最近はね、万枚っていうのにはほど遠い状態で、1ヶ月ディスクアップ生活もコロナの影響で止まってるっていうことですけれども、まあ、1ヶ月間自粛期間が伸びたということですが、まあ、これをちょっと考え方を変えれば、まあ、過去を振り返って皆さんに改めて面白い動画をお届けできるというチャンスでもありますので、ぜひ今回のご意見ご感想、こういう風にしてほしいとか、そういうことがあればぜひともコメント欄でお願いいたします。はい、それでは次回をお楽しみくださいませ。それではまたお会いしましょう。さよなら、いつもありがとう。おきに。え、ずり。ありがとうございました。